崩落で通れない。ここ、うん、ここ、オッケー、ここやね。はい、はい、はい、はい。オッケー。ありがとう。いいや。ありがとう。あ、さっきの姫路の人、こっちが？さっき、そんないたっけ？よし、行こう。本当やな、涼しい。涼しくなれへんのか。あ、いた。めっちゃ涼しい。水にはまった。8ってこと？うん。じゃあ8かも。私の周り？じゃあ8かも。いやだ。こう言っちゃうんやけど。なんかツイッターっぽくない？ツイッターっぽい。これじゃない？これこれはほらほら、おお絶景だ、確かにすごい。あった、テイクオフ。本当だ、取れた。立ち入り禁止みたいになってるね。これ違う、 あっちか。展望テラス先行ってみようか。じゃあ、うん、上登れる。あ、本当だ。何個かあるの？うわ、怖い。これは怖いな。え、めっちゃ怖くない？いや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 、あ、ぶつかないんだ。あー、ちょっとボロそうだよ、ね、ボロいよね。いや、ここは怖くないけど、そこから飛び出すのを想像したらめっちゃ怖い。いや、めっちゃ怖い怖い。まだ海の方がいいな。うん。なんか、なんとかなりそうやな。
れまさかまさか展望のないテラスかも。まだか。めっちゃ下るやん。どこまで行くんだろう。見てこようか。一人やだこんなところで。じゃあ行くか。うん。でも何分5分って書いてあった。4分ぐらいって書いてた。あれじゃない？あそこの辺じゃない？なんだろう、こっちにも道があるけどね。ほらほら、そこそこそこ。あ、ここ乗ってたよ。こっち来なきゃ。ほらほら見えた。すごいすごい。蚊が寄ってくる。寄ってくるね。すごいね。すごい。ねえ、展望テラス。展望テラス。滝山。滝山の。です。ですです。絶景やね。絶景。これ上からじゃ見えないんじゃないの？これはさっきのやつは？さっきのやつはあっちとあっちが見えるからこっち見えないんじゃないかな、と思っています。あっちは？どこが？あ、あれあの島じゃない？ね、あそこ。あ、そうだそうだそうだ。あ、今ちょうど消えてるね。うん。いけないね、今。ねえ。いえ。本当だ。ほんで？で、あっちの山の向こうが、あ、じゃあこっちか、うん。あっちの方が、もうあれだよね。霧島まで行ってる。うん、持つ記念館。うん、今見えてない。どこって？は、あっち、あそこ、あの間。めっちゃ内海やん。ちょっと間抜けだよね。なかなかそんな言ったら。そうやな。カメラと。
出しよう。ちょっと待って、ちょっと待って、耳元でめっちゃボーン言うんやけど。はい、暑いと言っている人だ。上の方じゃない、あ、ついて、うん、いくよ、よしよ、ちょっとかわいい、どんな顔なの。なんかあれを思い出すわ、あの、いいね。違うざい。そう、めっちゃプーン言う。プーン言う、うん。めっちゃ耳元言うわ。めっちゃ耳元に似てるもん。あ、もう今いないけど。犯罪だ。あ、いけるで。いける。でラストぐらい、ラストぐらい回りきってきた、そうしかね、うん、あ、行きますか、あっちの上の戻ってみようか、展望台、うん、そうしよう、ショー、ママの方が暑いんだからね。あんたが何をつかないのに私は抱っこしているんだ。なんか涼しいここ。ね、うん、あの風が通るし日が当たらないしじゃない。そういうことか。うん。あ、めっちゃ涼しい。ちょっと待って。めっちゃ涼しい。何これ。涼しい。びっくりした。めっちゃ涼しい。涼しい涼しい。また別のが来た。あれか。奥側を繋
いでるとこで、あのスナメリの見れる船が出てるんだって。 それ乗るか迷ったんだけど、溜まってる。本当や。星が綺麗なのかな。あ、綺麗そう。結構制覇したね。うん。行こう。あいつらもう戻ってきた。諦めたんじゃない。遠いわっつって。あれ。普通のあそこまで行ったの。いいかって。そうや。譲ってやろう、うん、あ、ここ涼しい、本当にここ本当に涼しい。なんかこっち座は危険やろ。ほんまや、うん、椅子ゲームになっちゃう。めっちゃ涼しい、ここほんま常に風がやめて。ちょっとカメラ外でそういうことやめなさい。ああいいね。カメラが、ま、待ってた。それいいね、向かって。お察しください。ああ。寒いのもろいから。やだね。やだ。で、そのメガネが面白いな。ちょっと反射してる。プライドを捨てることが大事よ。戻ろう。なんかそれ可愛いな。
なんか可愛いね。瀬戸内アルプスなんや。え、待って、ヤンポップやった？やってない。あれ。あの、もう県外だった。あ、あれ。あ、そうか、ここピークだよね。テイクオフ。向こうの世界へテイクオフ。やめてくれ。これっぽいよな。その向こうは、あ、そこになんか書いてるよ。ほらほら、滝山山頂って書いてる。セミいる。セミはいるでしょ。あ、あったよ。一番嫌だ。これ、これでしょ。あ、本当だ、これ。あったよ、あったよ。綺麗だな。熱っ。イエイ。はい、私も。せーの。イエイ。イエイ。滝山の山頂ね。619ということでした。さ、前さ、比叡山じゃなくてどこか行った時もこんな感じだったよね。比叡山じゃない。比叡山。ちょこっと登ってそうそうゲット。ただいま。まあいいか。乾杯。うん。No。どんなですか。まあ美味しいけど、ミルキーやね。練乳みたいな、うん、うん、練乳みたい、おいしい。ピナップ弱すぎ。今日これで、はい、うん、グビッといっちゃって。あ、喉越しいっちゃった。喉越しいっちゃった。晩ご飯まで待てなかった。じゃあ、お髪を切りします。うん、うまい。やっぱうまいね。素朴やん。素朴な塩味がうまい。うん、うん、ちょっとお弁当の数みたいな。これぐらいのシソの風味が好きやわ。うん、もう揚がってるから、ほとんど天ぷらと一緒がいる。うん、薄いよね。でもさ、よく梅食べるね。ああ、よく分からへんな、ポイントが。